どうもショッピーです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画を見ているあなたがもし高校生だったり大学生だったり新社会人だったとしても、こういう世界があるんだよっていうのをちょっとお見せできると思いますんで、最後まで見ていただければなというふうに思います。ちょっとその前に着替えをさせていただきます。せーの、はい、ということでじゃあ早速いきましょう。リンゴとバナナをカッティングして、そこに飲むヨーグルトを注入します。うわうまそう。それではいただきます。うまい。リンゴの程よい酸味とバナナとヨーグルトの甘みが超いい感じで絡まってます。おはようございます。こんにちは。はい、池袋駅に着きました。暑い。おはようございます。おはようございます。今日ありがとうございます。お忙しいところ、まだ夏目さんがその、はい、何歳かっていうのは言ってないので、多分みんなすごい気になってると思うんですけど、人の年が今見ていただいてる方って何歳だ、おいくつだと思いますか？てか僕と夏目さんってどれぐらい差が離れてると思いますか？近くで見ないと分かんないかもしれない。あ、近くで見ないと分かんないですか？いや、近づけなくていいです。いや、肌がすごい綺麗なんですよ。でもシミが出てきて、はい、8000円ぐらいで消しますみたいな広告が出てて、はい、どうしようかなって迷っちゃいますよね。まあ、30歳って言われたらああそうかって感じになりますけど、うん、23ですって言われてもああそうかみたいな。まあ人によっては多分あると思いますよ。ああ、さすがなんですけど、夏目さんはおいくつですか？あと数ヶ月で41です。はい、じゃあ今40歳ですか？40です。わ、同い年の有名人挙げると、はい、安室奈美恵さん、1個上だと香取慎吾さんとか、1個下で TOKIO の永瀬さんとか。じゃあ意外とそれ40で若く見える人がいっぱいいるということですか？彼らは芸能人なので相当努力してると思うんですよ。いろんなことやってると思うんですけど、夏目さんもやっぱ相当努力してます？努力はしないですね。努力しないんですか？ストレスになると思うので。周りから見て努力だって思ってるけど、本人は努力と思ってないっていうやつですか？思ってない。あ、なるほどですね。あ、わかりました。もう大学ぐらいからはもう3食食べて、はい、間食は、間の間食っていうのはまあないです。大学からなかったんですか？なんでかっていうと、はい、食事をしてたら歯を磨きたいんですよ。途中に食べたくもなりますよ、そりゃ。歯を磨くのが嫌だから食べないみたいな優先順位。歯を磨くのが高いっていう。そうなんですね。じゃあお菓子食べないかっていうと、はい、食べます。え、食べるんですか？けど、はい、それを1回の食事として食べる。例えば今ケーキを食べるとするじゃないですか、うん、これがお昼ご飯です。ケーキがお昼ご飯にしてしまって、はい、歯を磨いて。なるほど。であと夕食食べるみたいな。へえ、そのケーキを食べる量とかっていうのは気にしてますか？してないですね。お腹いっぱいって感じですか？食べたいだけ食べます。人によってはダメな人いると思います。ああ、なるほどなるほど。糖尿病の人とか。ああ、なるほど。ダメだと思いますけど、はい、自分は、うん、食べたいものを食べてますね。専門家じゃないんで、まあそうですよね、はっきりとは言えないですけど。ラーメン食べたんですか？ここ1週間で4回ぐらいはラーメン屋さん行ってますよ。え、それ大丈夫なんですか？大丈夫だと思います。なんか導かれるままにっていうか、それに従って行ってるって感じですか？従って、はい。そこでやっぱり我慢するとストレスになっちゃうんですか？うん、うん、替え玉してますよ。おかわりします。替え玉、はい。やっぱ食べたいのに食べないっていうのはまたストレスになると思うんですよね。我慢ですもんね。うん、我慢してると。はい。他に何か夏目さんがやってることってありますか？これを見てる人でやってる人はあんまりいないと思いますけど、はい、格闘技をやってるんで、まあいい運動になってると思うんですよ。じゃあ今僕夏目さん怒らせたら多分ボコボコされると思うんで、ちょっと言葉選ばないといけないんですけど、目つぶしとか。じゃあそれが若さを保つ秘訣だったりするんですか？多分そうかなと思ってて。へえ。骨がどうやら若返りのポイント研究の発表があって、専門家じゃないんで、まあそうですよね、はっきりとは言えないですけど、まあ、ローキックが来たら、はい、自分の足で受けますよね。受けます、はい。そうすると骨同士がガーンってぶつかるじゃないですか、はい、これっていいのかなって。じゃあ骨に刺激を与えるとかいいんじゃないかっていう。あ、なるほど。一つやってます、はい、やってます、はい、じゃあホームページ後で教えてもらって、概要欄にリンク貼っておくんでぜひチェックしてみてください。お願いします、はい、他に何やってます？肌をきれいにするっていう。
例えば肌をきれいにするのだと、はい、無印さんで売ってる一番安い冬はしっとりで、はい、夏はさっぱりを使ってますそれとあと同じく、はい、無印さんの乳液朝と夜かな朝と夜に2回、はい、2回たっぷりつけてます。ベットベトですか？ベットベト。へえ。その知り合いの化粧品会社の社長さんが聞いた話ですけど、はい、安いのでいいから、うん、とにかく大量に塗りなさい、それが一番効くよと。へえ。逆に言うと、はい、今これを見てる方で、はい、あのお金かけて高い化粧水とか、あの乳液とか買っていて高いから、はい、もったいないと思って、もしもったいないと思って、そうですね、少しだけやってるんだったら、はい、あんま効かないよっていう。それやるんだったら安いのでいいから思いっきり塗るっていうのが一番効くみたいなんですよね。へー。例えば警察官とか職務質問とかあるじゃないですか。あります。たまにありますけど、はい、もう見た感じ絶対年下なんですよ警察官が、警察官が、はい、タメ口ですからね職質が。この辺のストレスはありますかね例えばケーキ屋さんやってるんですよね、はい、今ちょっとチャレンジしたいことがあって、はい、ケーキってもう置かれてるケーキを選んで買うじゃないですか、はい、普通、普通です、はい、ショッピングさんの大事な方が、はい、例えば YouTube で頑張ってるとか、はい、あ、そしたら YouTube マークのケーキとかできるんですか？再生ボタンのケーキとか、はい、へそして、はい、その頑張ってる人にプレゼントしたら、はい、自分が頑張ってるものがケーキになってるじゃないですか。テンション上がるじゃないですか。感動の瞬間っていうか、それを収めていきたいなっていうのはちょっと思ってますね。感動の瞬間を記録しておきたいなっていうのはありますね。できるなら、はい、これを見てる方で可能だったらば、はい、あなた自身でもいいですけど、はい、こういうケーキが食べてみたいとかでもいいですけど、はい、それをもらうシーンとか食べてるシーンとか、はい、それを YouTube で公開するんですか？したい。あー、いいですね、いいですね。あ、じゃあぜひあの夏目さんにちょっと協力していただける方いたら、ケーキ屋さんの YouTube チャンネルがあるので。あ、そうなんですね。あ、じゃあリンク概要欄に貼っとくんで、はい、貼っておいて、じゃあそこからあのコメント欄でも何でもいいので、あの夏目さんにコンタクト取ってみてください。なんかこういうのを作ってあげたいですみたいなリクエストしたら作ってくるわけですもんね。そうです、夏目さんが。よろしくお願いします、はい最後に質問なんですけど、はい、夏目さんがこれから健康面でそのやっていこうっていうか、そういうの何かありますか？健康になろうとさほど思ってないです、はい、究極何も考えずに、生きたいように生きればいいかなっていう悟りの領域ですよ、それはまあでもそれが正直な気持ちですもんね。あ、でも、はい、ひいおじいさんが言ってたので思い出しましたけど、はいはい、腹8分目って言ってましたね、食事。夏目さんも YouTube チャンネルやってるそうなんで、はい、もしよかったらそこをちょっとチェックしてみてください、はい、ありがとうございました。夏目さん、ありがとうございました